ストックレイ邸はブリュッセルのテルビーラン通り279-281番地に残る邸宅で2009年6月の世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録されたモダニズム建築である。この邸宅は1903年か1904年にベルギーの金融業者アドルフ・ストックレイの指定とするためにオーストリアの建築家 ヨーゼフ・ホフマンによって考案されたものである。実際の建築は1905年から1911年にかけて段階的に行われた。ストックレー邸は20世紀初頭に発達した内装、外装、家具、日用品、庭園などを不可分のものと捉える総合芸術を体現した建物である。内装はグスタフ・クリムトとフェルナンク・ノップフが手掛けた。 建物は直線的で曲線が主体だったアール・ヌーボーの時代にあっては革新的なものだった。それはキュビズムの到来を告げアール・デコの時代を20年先取りするものであった。アドルフ・ストック・レーは1871年にベルギーの銀行家の家に生まれた。彼は民間技師となった後、ソシエテ・ジェネラルの頭取りになった。 彼は1902年から1904年に仕事でウィーンを定期的に訪れており、その地でウィーン分離派の指導的立場の一人であった建築家ヨーゼフ・ホフマンと出会い、アバンギャルド的な思考を共有したのである。ストックレイは指定を立てたいと思っていた。当初、ウィーンで立てることも考えたが、最終的にはブリュッセルに立てることになった。彼はホフマンに仕事を依頼した際に、 計画面で白紙認しただけでなく予算の上限も設けなかった。ホフマンはウィーン工房の職人たちを指揮した。彼らは20世紀初頭にあるヌーボーやアールデコといった前衛的な様式全体に決定的な影響を及ぼした者たちである。それまでにない芸術家たちと職人たちの結びつきは総合芸術という概念を生み出し、照明や子供の玩具をはじめ、 扉の取り手や植木鉢などの細部まで考え抜かれたデザインが行われた。ホフマンは建材にも配慮し、最高級の大理石や木材、上質の比較などを襟抜いている。この邸宅の常連客には芸術界の著名人が名を連ねており、ホフマンによってデザインされた、方名録には、ジャンコクトーアナトール・フランス、サシャ・ギトリ、ダリウス・ミオーセルゲー・ディア・ギレフ、 イーゴリスト・ラビンスキーといった名が並ぶ。現在は一般向けには公開されていないが、最近では、ジョージ・ H.W. ブッシュが特別に訪問の機会を得ている。1976年に史跡となった、この邸宅には、アドルフ・ストックレーの義理の娘アニー・ストックレーが、亡くなる2002年まで住み続けていた。ストックレー邸は、ボルベ公園からもそう遠くないて、ルビュラン通りに立っている。 内装クリムトたちは工房の中でシャンデリアから銀色機に至るまで内部を飾る多くの要素や家具を作成した。食堂は大理石ガラス、奇跡などのモザイク画に覆われているが、それはクリムトの素描に基づいて構想され、レオポルト・フォルシュトナーによって作成されたものである。外装落成後、ブルッセル市民たちはストックレー邸の持ち主が 三冠トネール公園とテルビュランの横領地を結ぶ、壮麗な並木道を作らせた国王レオポルド二世に、対する敵意を示すために、建物がテルビュラン通りに背を向けて立っていると、噂しあった。ブリュッセル市民をより深刻に当惑させたのは、そのファザードの洗練された佇まいであったろう。それは、聖堂の棒で飾られ、カンラーラ山大理石に覆われた、立方体の線で構成されている。 塔は、フランツ・メツナーの彫刻をいただいている。通りに面した側は、いささか味気ない都会的な佇まいだが、もう一方はホフマンが設計した庭園に面している。庭園は、建物の幾何学的な線を引き継いでおり、テラスをいただく二つの対照的な土市部が、一体となった庭園と邸宅のつながりをしっかりと、裏支えしている。建築や植物要素の構成は、 切れ目のない印象を作り出しており、散歩道によって結びつけられた池、鶴棚、熊市での波起動、噴水の樹水盤植物の大きな鉢などは今日までよく保存されている。所有権をめぐっては、相続者たちとブリュッセル当局との間で何年にもわたる法廷闘争が繰り広げられた。ホフマンが構想した住居は1976年に史跡に指定されましたが、 3000万ユーロ以上と見積もられている家具、ちょうど頻類は対象外だったからである。ブリュッセル当局はユネスコへの世界遺産推薦も見据えて住居内の要素すべても指定対象としたかったのだが、家財を自由に処分できるように強く要請した相続者たちと対立したのである。オーストリアも買い手として参入しようとしたが、とろに終わった。 家具類の指定に関する一連の訴訟手続きは2006年11月に決着した。その際にまとめられた一覧は277項目に、渡り、家具、装飾品類、シャンデリア、銀食器、庭園の調度品などが含まれていた。建物とその内部のものすべてを指定するのは、ベルギーでは初めてのことだった。2009年6月27日には、 世界遺産リストにも登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。http w w w l a バ a b a r b a c t u ブルッセル。クル五十一万二5 1 2 4 8 2ルパレスタクレットシュールラリーストジュ。パトリムワンモンディアルでルユネスコ。html コメントありがとうございます。